ねえマリサ、12気づきの眼球の階級の刻まれ方が個体ごとに違うけど何か意味があるのかしらね。ということで今回は12気づきの眼球について解説、考察していくぜ。よろしく頼むわ。ということで始めていくぜ。12気づきの眼球には知っての通り数字が刻まれているぜ。だが、数字の刻まれ方に違いがあるぜ。下弦の鬼の場合は片目にのみ数字が刻まれてるんだが、右目に刻まれてるものと左目に刻まれてるものがいるぜ。また、上弦の鬼の場合は左目に上弦で右目に数字のパターンと左目に数字、右目に上弦が刻まれてるパターンがあるぜ。また、上弦の場合は横のように額と口の部分に数字が刻まれてたり、泣き目のように目が一つしかない場合は数字が刻まれてるぜ。この目の配置に意味があるのかしらね。ここからは目の配置について有名な考察を話していくぜ。よろしく頼むわ。最も有名な説は無惨のお気に入りかそうでないかだな。基本的に右目に上弦、左目に数字が刻まれてるものが無惨のお気に入りの鬼。左目に上弦、右目に数字が刻まれてるものが無惨の嫌いな鬼。よっこ、泣き目のような目の配置が特殊な鬼は無惨が便利と感じてる鬼とする説が有名だな。下弦の場合は右目に数字が刻まれてるものが無惨のお気に入り、左目に数字が刻まれてるものが嫌いな鬼とされてるぜ。この考察はかなり有名ね。確かに無惨のお気に入りかそうでないかで目の配置を変えてるように見えるぜ。だが、この説だといくつか矛盾点があるぜ。まずは黒死亡だな。この法則で当てはめると黒死亡は無惨が嫌いな鬼に該当するぜ。だが、無惨は黒死亡のことをビジネスパートナーとして高く評価しており、ファンブックでも無惨は黒死亡を高く信頼していたと評されていたぜ。でも黒死亡の場合は無惨のトラウマであるより一と同じ顔をしてるし、裏切る可能性があるじゃない？それもよく言われてるが、無惨と黒死亡の過去を見てると無惨が黒死亡をそこまで信用してないとは思えないんだよな。というのも、黒死亡は無惨と同じより一を憎んでる者同士だぜ。無惨は鬼の心を読み取れ、黒死亡の過去も当然知ってるはずだぜ。そう考えると無惨は黒死亡のより一に対する憎しみを買ってた可能性が高いぜ。それに黒死亡は無惨と気が合うと公式ファンブックで明かされてるぜ。でもそれは黒死亡の片思いの可能性はない？少なくともさっき挙げた裏切るかもとかより一と同じ顔をしてるから嫌いなのではないかというのは、読者の勝手な憶測に過ぎず、本人たちが明言したわけではないぜ。なので黒死亡の場合はお気に入りかどうかの法則は当てはまらないと言っていいな。無惨は行名が現れた際は黒死亡を倒した鬼狩りと答えており、黒死亡の強さを相当買っていた描写があるぜ。てか黒死亡は無惨と最も付き合いが長い鬼だから無惨が黒死亡のことを嫌ってる可能性は高くないかもね。それに無惨は黒死亡と協力して火の呼吸の使い手の鬼を片っ端から殲滅していたことも明かされてるぜ。さらには黒死亡が鬼になった頃に黒死亡は当時の産屋敷当主を殺し、これによって鬼殺隊は超絶弱体化し、壊滅の危機に瀕してるぜ。このことから黒死亡の無惨に対する貢献度は他の上弦の比ではなく、無惨はむしろ黒死亡を一番信頼していた可能性が高く、お気に入りではないとする説はやや無理があるぜ。確かに無惨の貢献度は黒死亡が間違いなくぶっちぎりだからお気に入りではないはちょっと無理があるかも。次に類だな。類は無惨のお気に入りであることが示唆されており、本来鬼が徒党を組むのを禁止してるのに類にのみ無惨は徒党を組むことを許していたぜ。どう考えても類は無惨のお気に入りなんだが、数字の法則で当てはめると類は無惨の嫌いな鬼に当てはまるぜ。上限になれば数字の配置を変える予定だったという考察も存在するが、これまた読者の勝手な憶測であり、直接無惨が明言してるわけではなく、故に類も当てはまらないぜ。確かに類もお気に入りかどうかの説に当てはまらないわね。次にハンテングだぜ。無惨のハンテングの評価は普通。たまにうざいが許容範囲だぜ。だが、ハンテングの数字の刻まれ方はお気に入りに該当し、これまた矛盾してしまってるぜ。たまにうざいと感じてるあたり、むしろハンテングに関しては好きか嫌いかで言うと嫌いよりの可能性すらあるぜ。とまあ、目の配置でのお気に入りかそうでない仮説はざっとこれだけの矛盾点が存在するぜ。ハンテングが無惨のお気に入りかどうかは微妙なところね。また、この法則に基づくと改学もお気に入りになってしまうぜ。無惨は改学を黒死亡の推薦だから上限にした程度にしか思っておらず、呼吸使いの鬼については興味が失せていたぜ。それゆえに無惨は改学のことをあまり期待していないかのような描写が目立っており、少なくとも本編やファンブックの描写からして無惨が改学を気に入ってるとは言いにくいぜ。精神性はかなり近いのでお気に入りの可能性もなくはないがな。ほとんどのキャラには当てはまってるからこの考察はそれっぽく見えるわね。だが、これだけの矛盾点がある以上、目の配置でお気に入りかどうかを区別してる可能性はかなり低いと言っていいぜ。ここからは12気づきの眼球で明かされてる能力を話していくぜ。よろしく頼むわ。
12気づきの眼球には12気づき同士で視覚共有、脳内会話する能力があることが明かされており、無惨も12気づきの眼球越しで鬼の情報を見れることが遠回しに示唆されてるぜ。劇中ではドウマガルイの情報を共有してたかのような描写があるほか、無惨は12気づきの死亡にいち早く気づいてるシーンが確認できるぜ。また、無惨が12気づきの情報を共有してる眼球は、数字が刻まれてる方であることが示唆されてるぜ。どういうこと？無惨は龍太郎が死んだ時に上限パワハラ会議を開いてたよな。この時、無惨は逆さを向いてたぜ。この逆さというのが重要だぜ。そう、龍太郎の数字の眼球と同じなんだぜ。龍太郎は片目を抱きに映しており、6の数字が逆さまになってたぜ。そう、龍太郎の片目と無惨の配置がちょうど逆さまになってるんだぜ。このことから無惨は逆さまになった龍太郎の眼球に合わせて逆さまになってたと考えられるぜ。ああ、言われてみればそうね。また、ハンテングの眼球にも注目だぜ。ハンテング本体の眼球は左目に数字が刻まれてるぜ。無惨はハンテング越しで太陽を克服した鬼を知ることになったぜ。この時無惨は目を押さえており、押さえてる目がハンテングの数字が刻まれてる目と同じ左目なんだぜ。それだけでなく、泣き目の数字も4と数字のみしか刻まれてないのは数字の部分で視覚共有をしてるからなんだろうぜ。このことから、無惨は数字が刻まれてる12気づきの眼球から視覚共有している可能性が極めて高いぜ。ハンテングと龍太郎の描写からして数字の刻まれてる目で視覚共有してる可能性は高そうね。12気づきも海の鬼の情報を共有できることが明かされてるぜ。だが、ドウマ、黒死亡は赤座が負けたことは感じ取ってたものの、あくまでも気配で赤座が死んだことが分かっただけで、視覚共有できてるようには思えなかったぜ。これにもからくりがあることが考えられ、それは12気づきは、数字の刻まれ方が同じ鬼でしか上位の鬼が下位の鬼の視覚共有ができないというものだぜ。どういうこと？見ればわかるが、黒死亡、ドウマは左目に上限、右目に数字が刻まれてるぜ。対して赤座は逆で右目に上限、左目に数字が刻まれてるぜ。そう、赤座は黒死亡、ドウマともに数字の刻まれ方の配置が逆なんだぜ。目の配置が逆だったから黒死亡もドウマも赤座の死を気配でしか感じ取ることができなかった可能性が高いぜ。逆にドウマと黒死亡は視覚共有してる可能性が高く、黒死亡はドウマの死を目で見ていたのかもしれんな。黒死亡はドウマの死には気づいてたけど気配で気づいたようにも、見て気づいたようにも捉えられるわね。十二気づきは上位の鬼が下位の鬼の視覚を共有したり、一方的に話しかけることができるんだが、ドウマがあまりにも赤座に脳内でうざがらみすることから、赤座は無惨に苦情を入れたことがあるぜ。赤座が無惨に口答えしたのはこの時ぐらいらしいな。無惨が赤座の苦情を受け入れたかどうかは明言されてないものの、描写を見る限り、無惨は赤座の苦情を聞き入れ、ドウマと赤座の脳内会話、視覚共有をできなくした可能性が高いぜ。ドウマは明らかに気配で赤座の死に気づいたっぽいからやっぱり視覚共有はできないようにしてたっぽいのよね。赤座はドウマだけでなく、黒死亡も嫌って目の敵にしてる節があるぜ。それゆえに赤座はドウマだけでなく黒死亡にも干渉されることを嫌がってた可能性が高いぜ。それゆえに無惨は赤座の数字の配置を変えて黒死亡、ドウマと視覚共有、脳内会話をできないようにした可能性が考えられるぜ。赤座は無惨から相当特別扱いされていたようでドウマが不満を漏らすレベルだったようだぜ。やっぱ無惨は黒死亡を差し置いて赤座のことを他の鬼と比べて明らかに特別扱いしてるわよね。また、赤座は炎武が死んですぐにやってきてるが、これも目で情報共有していた可能性が高いな。このことから、十二気づきの眼球に数字が刻まれてるのは無惨が目から情報共有できるようにするための可能性が極めて高いぜ。無惨は気配で鬼の配置を把握できるが、あくまでも鬼の配置がわかるだけで鬼が見てる正確な情報はわからないため、眼球に数字をつけることで十二気づきの情報をリアルタイムで確認してると思われるぜ。十二気づきにしか任務を与えないのは強さだけじゃなくて、十二気づきの見てる情報も欲しいからというのが大きいのかもしれないわね。ここから十二気づきの眼球の法則についての考察を始めていくぜ。よろしく頼むわ。十二気づきの数字の刻まれ方にも傾向があるぜ。左目に上限、右目に数字が刻まれてる鬼は生前育ちがいい、芸ごとに優れてる傾向があるぜ。いくつか例を出すぜ。ドウマの場合は扇を使った舞踊が趣味であり、芸ごとに精通してるぜ。また、生まれが信仰宗教ゆえに育ちも良く、生活には困っていない様子だったぜ。他にもルイの場合はあやとりが得意であり、これも芸の一つだぜ。それにルイは体は弱かったが、育ちは悪くないことが過去回想で描かれてるぜ。確かにルイもドウマも芸ができる上に育ちはいい方ね。ダキの場合は遊郭の花魁として働いており、知っての通り、遊郭の花魁は限られた人間しかなれず、芸事を徹底的に叩き込まれてるぜ。
それゆえに妲己は描写こそなかったが、芸事が相当優れてることがわかるぜ。また、妲己は遊郭の最下層の育ちゆえに育ちが悪く思えるが、妲己の場合はその優れた容姿ゆえに家族にはともかく、周りの人間には優しく扱われていたぜ。それゆえに兄の龍太郎とは兄弟ながら随分育ちに差があることがわかるぜ。言われてみれば妲己は育ちが悪そうに見えるけど、見た目の良さから周りには親切にされてたらしいから龍太郎とは随分育ちが違ってるっぽいわね。国志望も武士であり、戦国時代における武士は芸事も徹底的に叩き込まれてるぜ。それゆえに国志望も描写こそなかったが、あらゆる芸事に精通してた可能性が高いぜ。それに国志望は武士の生まれで育ちがめちゃくちゃ良かったぜ。逆に弟のより一は貧相な生活を強いられており、兄弟でありながら育ちに大きな差があるぜ。また、戦国時代において武士は劣気とした仕事であり、国志望は生前育ちがいい上に芸事に精通してる可能性も高いぜ。こうしてみると、鬼って結構芸能関係で優れた人物が多いわね。反天狗の場合はウロギとカラクが該当するぜ。カラクは扇を使って戦闘を行うぜ。扇は芸事で使われることが多い道具の一つで、実際銅馬も使ってるぜ。これまた芸能関係を思わせるぜ。カラクの場合は違うように見えるが、カラクは声を使って戦うぜ。声といえば今でも歌手であったり、声優であったり、声を芸にする仕事は多くあり、これまた芸能関係を彷彿させる能力だぜ。でも演武は芸能に関係なくない？確かにそうなんだよな。そこが最大の壁だぜ。だが、演武は育ちがいいには当てはまってると思われるぜ。彼は生前、医者でもないのに催眠療法を使って人を騙していたことが明かされてるぜ。医者ではないとはいえ、催眠療法を利用して人を騙せていたことから育ちそのものは悪くなかった可能性が高いぜ。もし育ちが悪かったら他人を騙せるような教養を身につけるのは難しいはずだからな。まあ、これに関しては完全に憶測だけどね。また、演武の場合は服装もかなり小綺麗であり、やっぱり育ちそのものは悪くなかった可能性が高いぜ。それに描写されてないだけで彼にも何らかの芸事があった可能性があるぜ。それに彼の使う血気術は声による精神干渉が含まれており、辛くと同じ芸事に結びつけることもできなくもないぜ。まあ、今まで紹介した鬼と比べたらこじつけっぽくなってるがな。声によって相手を眠らせる能力は確かに芸事と言えなくもないわね。他の処刑された加減の鬼もいささか上品そうな印象があり、やはり育ちは悪くなさそうなんだよな。他の加減の鬼に関しては謎が多いので何とも言えんが、彼らも何らかの芸事をやっていた可能性があるぜ。少なくとも左目に上限、右目に数字の場合は芸事が優れてるか、育ちがいいかのどちらかには必ず当てはまってるっぽいわね。次に右目に上限、左目に数字の鬼について話していくぜ。この配置の鬼は、生前育ちがめちゃくちゃ悪い、この世に強い恨みと憎しみを持ってる、罪人であるのいずれかの特徴があるぜ。また、この配置の鬼は全体的に小汚い印象を受ける鬼が多いぜ。右目に上限が無残のお気に入り率が高いのは、左目に上限よりも負の感情が極めて強く、より強い鬼になれる可能性が高いからだと考えられるぜ。確かに右目に上限のものは負の感情が強い鬼が多い気がするわ。赤座がその代表例だな。赤座は病弱な父のために生前盗みを繰り返してる罪人であり、育ちも悪く貧乏だったぜ。その上、ようやく愛する人ができたのに理不尽に殺され、この世に強い憎しみを持っていたぜ。赤座は恋人の小雪と父親代わりの慶三を殺された時は仇討ちとして67名の人間を殺害しており、鬼になる前からこれだけ人を殺した鬼は存在しないぜ。反天狗も殺人はしてるけどさすがに60名以上は殺してないみたいだしね。反天狗の場合は赤土、哀絶、増白天、魂、怯えの鬼がこの配置であり、こいつらに共通するのは、尋常じゃないほどの負の感情を持った罪人であることだな。反天狗は生前から虚言癖を持ち、嘘を重ね、自己保身のために人を平気で殺す最低の罪人だったぜ。罪状が公になり、打ち首にされそうになったところを無残に助けられ鬼となり、お奉行を殺し、裁かれることから逃れたぜ。確かに反天狗もかなり強い負の感情を有してるわね。自分はかわいそうなのになんでこんな目に遭わなければならないんだという尋常じゃない被害者意識を持ち、この世に強い憎しみも抱いてるぜ。増白天の場合は太鼓を叩いており、芸事を思わせる特徴があるが、これは哀絶、辛くが混じった影響であると考えられるぜ。増白天は喜怒哀楽の鬼が融合した姿だからな。言われてみればそうかもね。新上限の六の改革の場合はやはり育ちが悪いのと、寺の金を盗むなどの悪事を働いており、罪人と言えるぜ。それに強いエゴイズムを持ち、自分のことを認めない者に対して強い憎しみを向け、負の感情の強さも相当なものだぜ。でも境外はどうなるの？境外の場合は罪人でもなければ育ちが悪そうに見えないけど。そうなんだよな。これまた大きな障害だな。
だが、強い負の感情を持ってることは当てはまってるぜ。境外は自分の作った小説が評価されず、非常に強い負の感情を持っていたぜ。劇中でも境外は何かとイライラしてる描写が多く、負の感情の強さは相当なものだったぜ。また、境外は鬼になってからは小汚い印象があり、赤座、龍太郎、ハンテングと共通する部分でもあるぜ。確かに右目に上限の場合は尋常じゃないほどの負の感情を持ってる傾向にあるわね。最後にこれらの配置に当てはまらない鬼について話していくぜ。これは右目に上限、左目に上限どっちにも当てはまるだぜ。泣き目の場合は琵琶の演奏をしており、多くの人を殺害している罪人だぜ。また、玉子の場合は壺が芸事で利用されることがあるぜ。また、泣き目同様、人を殺してるので同じく罪人だな。二人とも右目に上限、左目に上限どちらの要素も確認できるぜ。まあ、どちらかというと玉子は右目に上限派だがな。壺は確かに芸事で使われることもあるけどこれはちょっとこじつけっぽいわね。また、この二人は能力が便利、芸術家気質、何かの拍子で殺人を楽しむようになったという共通点があるぜ。泣き目は無限上操作の能力を有しており、無惨は十二気づきにする前から泣き目を重宝していたぜ。玉子は壺が高く売れるからという理由でお気に入りで空間移動できる便利な能力を有してるぜ。確かにこいつらは少なからず共通点が見られるわね。泣き目は夫を殺してからの演奏を褒められたことで殺しを楽しむようになったぜ。玉子は両親の水死体を見たことで殺人に興味を持ってついにはからかいに来た子供を殺害したぜ。まあ、いずれにしても目の配置が特殊なものは右目に上限と左目に上限両方の要素があると言えるぜ。そうね。ここからはまとめに入るぜ。よろしく頼むわ。まとめると十二気づきの眼球の配置でお気に入りを判別してる可能性は低い。十二気づきは眼球を通して視覚や情報を共有してる可能性が高い。右目に上限、左目に数字の場合は罪人、この世に強い恨みがある、育ちが悪い者たちで構成されてる傾向にあり、右目に数字、左目に上限の者は生前育ちが比較的良く、芸事に優れてる者たちで構成されてる傾向にあるぜ。目の配置が特殊な者は右目に上限、左目に上限両方の要素があるだな。上限だけにとどめると当てはまる部分が多いけど、加減を考慮すると矛盾が出てくるわね。そうなんだよな。確かに序列の刻まれ方で何らかの法則性があるように見えるが、どこかしらで矛盾してるぜ。それゆえに眼球の数字の刻まれ方については無惨の気まぐれの可能性が最も高いぜ。無惨は気まぐれな性格であることが描かれてることから、この可能性が最も高いぜ。だが、眼球による視覚共有、数字の刻まれてる部分で無惨の視覚と情報を共有してるってのは間違いないと思われるぜ。眼球による視覚、情報共有ぐらいしか有力なのがないわね。それに無惨は鬼のお気に入りかそうでないかの好みはあるが、総じて無惨は鬼に対して作りたくもない同胞、誰も彼も役に立たなかったというなど嫌悪してるぜ。それゆえにお気に入りかそうでないかで数字の目の配置をいちいち無惨が気にしてるとは考えにくく、配置についてはマジで気まぐれ説が濃厚だぜ。赤座と銅馬の配置を逆にしてるのは赤座の苦情を聞き入れ、視覚、情報共有、脳内会話を遮断した結果の可能性があるがな。いずれにしても階級の配置で考察が生まれるあたり、鬼滅の刃は奥が深いわね。総括すると目の配置でお気に入りかどうかを示してる可能性は極めて低いぜ。眼球の数字の部分から無惨が視覚情報を仕入れ、無惨から一方的に会話ができる。眼球から十二気づき同士で視覚、情報、脳内会話を可能にしており、上位の鬼は下位の鬼に一方的にこれらを行えるぜ。十二気づきに階級が刻まれてるのは強さの序列だけでなく、無惨が十二気づきの持ってる情報をより明確に仕入れたいからというのが大きいのかもね。右目に上限、左目に数字の場合は罪人、この世に強い恨みがある、育ちが悪い者たちで構成されてる傾向にあり、右目に数字、左目に上限の者は生前育ちが比較的良く、芸事に優れてる者たちで構成されてる傾向にあり、目の配置が特殊な者は右目に上限、左目に上限両方の要素があるぜ。だが、これらに関しては確実なものとは言えず、目の配置については無惨の気まぐれが有力だぜ。そうね。ということで十二気づきの眼球の解説、考察を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、X のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。